敵の新型モビルアーマーはこの先です。アマダ少尉、君たちはギャザーロード隊の？今回私たちはセロハキ総隊じゃないね。久々に正式な部隊名で呼ばれた気がする。俺に付き合う必要はない。俺は軍を抜けた身だ。アマダ少尉、敵前逃亡は銃殺じゃ。逃げるつもりはない。アイナを止める。なぜそこまで？アマダ少尉さんはそういう心の…アイナ、誰と一緒なんだ？フィニアス・サハリの技術少将です。アクサレスの開発者で、彼女もお兄さん。あの懐中時計の写真に写っていた実の兄。アイナは兄さんの操り人形になりたくないと。小隊長、こんな悲しい戦いはしちゃいけない。モビルアーマーの動きを止めて。オールレンジ攻撃。私の前に出てくるとすぐに楽にしてやる。我が力を思い知るがいい。行け。くそ、まだか。避けられまい。我が力を思い知るがいい。即撃。消えてもらう。私の夢の障害になるものは全て。肝心な時に。いけ。アイナ、やめるんだ。俺たちがどうして戦わなければならない。この人、私の身を案じて。正気か。連邦の人間を信用するなど。お前だとて敵の冷酷さは分かったはずだ。でも復讐したからといって兵が生き返るわけもない。どうやらお前とは言葉が通じないようだな。あなたともうずっと前と私には。貴様、愛など粘膜が作り出す幻想に過ぎん。母様もそうやって我らを捨てたのだぞ。かわいそう。だからこんな鉄の支給が必要だったの。分かったようなことを言うな。これは戦争なんだ。いいえ、これは死闘です。すぐにでも吹き飛ばしてくれ。なんて攻撃だ。己、投降しましょう。そして楽になりましょう。貴様、休戦、まさか。貴様、目を覚ましてくれ。死ぬな、アイナー。嘘だろ、そんな。また一緒になれた。生きていた、アイナが生きていた。弾が止まっている。兄がくれたこの時計がまた二人をつないでくれた。アイナ、生きていたのか。すぐ楽にしてやる。兄が妹を殺す。俺はお前を。アマダ少尉、アイナさんを連れて下がってください。ここはギャザーロード隊に任せて。ミノ姉さん、ちょっと。すまない、ありがとう。何やってんの。トゥルーミッションなんだよ。私たちが成立させる。小隊長、ジオン公国の栄光のため、我がサハリン家繁栄のために、グレンの炎に焼かれ灰となれ。私の夢受け取れ。ありがとう。とっておきだ。逃がしませんぞ。そこだ。さすが。行け、展開。行け、展開。沈め。オールレンジ。この私を凌駕する力が
あるとでも言うのか。待たれ、逃がせ。やるな。この程度。直撃させる。さすが目障りだ。貴様らごときに私の生涯をかけた夢が分かってたまるものか。逃がさん、行け行け。やるな。オールレンジ攻撃。邪魔だ。さすが。避けられない。終わりはしない。オールレンジ攻撃。当たれ。バカな、この私が、私がこれで決める。うわあ、そこだ。さすがさ、まだか。我が夢、ここで朽ち果てるというのか。アプサラス3、撃破確認。これで手術が成立するはず。管理システムからの警告はなし。戦士の際は自動修復モードで対処。さくら、ごめん、やっぱり成り立たなかった。おこごとは後でするとして、トゥルーミッションの再登録はできそうだよ。ともかくブレイクアウトするね。少しだけ歴史をねじ曲げちゃったのね、私。ミッションコンプリートだな。ユノ・アスタルト特務総長、宇宙世紀 UC0079 の人物、天性の才を持つプログラマー。やはりだが、何か。アローズの捜索隊だね。プトレマイオス2は無事なの？だと思うんだけど、正直わかんないんだよね。そうそう、ウィングガンダム、よろしく頼む。ミッションプランを開始する。
場所は史実によって決まってるんじゃないの？そのはずなんだけど、ブレイク現象でずれたかも。ミッションデータの欠損も激しいんだよ。何がどこにあって何が欠けてるのやら。小隊長、もう足で探すしかないわ。未確認機発見。トレスタルビーイングか。今の私たちって、トレスタルビーイングのサポート部隊だからね。とはいえ、私たちはレーダーにリンクできるわけじゃないけど。確か量子コンピューター、そこから計画案が伝えられるんだっけ。イオリア計画の全貌についてはなぜかデータベースの閲覧許可が出ないけどね。チリと消えろ。だソレスタルビーイングの機体を発見。奴らの母艦が近いぞ。捜索隊に連絡しよう。いや、私たちも分かってないから。サクラ、トレニーはどのあたりなの？ミッションのデータスキャン中。おかしいな、特定不能。コズミックイラのモビルスーツもいるけど、他の歴史からのブレイク現象が影響してる。早くジョシュアの入り口を探せ。敵の防衛隊と交戦中、増援を。ジョシュアって地球連合本部アラスナ基地のことよね。やっぱりブレイク現象同士が干渉してる。このミッションデータ型でオーバーフローした形跡があるんだよ。その時何かしらのデータが隠れた。それがトレミーの位置が特定できない理由なのかしら。いなくなれ。やるな。ザッ、ちょっやるな。いけ。君たち、まだ相手は分かっていない。さて、どう出るか。ソレスタルビーイング、あれがイノベーターの一人だよ。リバイブリバイブル。計画のために梅雨払いをさせてもらうよ。計画、それってやっぱりイオリア計画のこと？愚かだね、僕たち。第2段階を加速するために作られた存在。敵の味方もレーダーの思惑で動いて。イオリア計画の最終的な目的は何なの？イノ姉さん、混乱中のところごめん。欠落しているデータが判明したよ。トレマイオス2、トレニーそのものがこのミッションに存在してない。オーバーフローしたデータって、私たちが守るべき戦艦だったの？そこだ。なれるな。終わりはしない。そこ、ジェネルメガラッチャー、ここで仕留めさせてもらうよ。思いだけでも力だけでもやらせはしない。ZGMF-X10A フリーダム、キラ・ヤマト君の復活だよ。戦艦が一隻オーバーフローするほどの巨大な干渉データはガンダムだったんだ。ここは、それに君たちは、こちらアークエンジェルのサポート部隊、ジョシアまで誘導します。大丈夫なの？彼はこれまでの戦いでとても傷ついてしまったって。何もできないって言って、何もしなかったらもっと何もできない。何も変わらない、何も終わらないから。僕たちは何と戦わなきゃならないのか少し分かった気がするから。戦争を止めるための戦い。
そう、思いだけでも力だけでもダメなんだ。だから僕は行かなくちゃ。イノベーターと張り合おうなんておこがましいね。これ以上はやらせない。やめてくれ。もう傷つけたくはないんだ。なめるな。キラ君、イノベーターも使命のために戦ってる。だから分かってる、分かってはいるんだ。こんなものこれ以上は無意味だ。これ以上は無意味だ。振り回すべきか。行け。この僕に傷をつけたこと、いずれ後悔することになる。君が何者かは知らない。邪魔をしないでくれ。僕には行くべきところがあるんだ。その行為の愚かさを僕が教えてあげるよ。たとえそうだとしても僕は誰かのために戦うことが愚かなんてことはないはずよ。そうだ、そうなんだ。だから僕はここにいる。梅雨払いをさせてもらう。僕にはやれるだけの力がある。好きだらけだ。ここにいる。なんて僕はまだやれるぞ。展開、行け。展開、やってくれるじゃん。敵機の撤退を確認。さくら、フリーダムをブレイクアウトさせて。了解だよ、キラ君の願いに。行きたいと望む場所に。ありがとう、二人とも。そして小隊長さんも。小隊長さん、お疲れ様。私たちも探さないとね。そうね、このミッションから失われたプトレマイオス2のデータを。ミッションコンプリート。コズミックイラのトゥルーミッション。前回はアークエンジェルが撃墜されちゃって任務に失敗したけど。アイナさんのアプサラス3ね。今度は確認する限り不明なデータは全てのデータ揃ってる。全て多分ね。その思いと力、ここはそういう力が集まる場所なのかもね。さあ出撃しよう、小隊長さん。アラスカ基地の状況は？前回と同じだよ。サイクロプスは止められない。そうそう、ウィングガンダム、よろしく頼む。あとはキラ・ヤマト君ね。前と同じで時間がないよ。急いで、小隊長さん。ブレイクミッションの時と状況に違いはあるの？
敵はザフト軍だけみたいだけど。前回入れなかったブロックが解放されてるね。ルートに制限がかかりそう。ブレイクミッションで行けなかったブロック、何か。アークエンジェルにフラガ少佐さんが帰還したみたい。誰？味方だね。ムーラ・フラガ少佐、エンデュミオンの鷹の異名を持つエース、頼れるみんなの兄貴分ってとこかな。通信開くよ艦長。すぐに撤退だ。あ、ブレイクミッションの時に、この直後に撃沈されたんじゃ。今回は大丈夫なはずだよ。こいつは飛んだ作戦だぜ。守備軍は一体どういう命令受けてんだ。まさか自爆のことは。誰にも知らされてない。味方にも。いいか、よく聞けよ。本部の地下にサイクロプスが仕掛けられている。作動したら基地から半径10キロは溶鉱炉になるってサイズの代物が。この戦力では防衛は不可能だ。パナマからの救援は間に合わない。やがて守備軍は全滅し、ゲートは突破され、本部は施設の破棄を兼ねてサイクロプスを作動させる。それでザフトの戦力の大半を奪う気なんだよ。それがお偉いさんの書いたこの戦闘のシナリオだ。そんな、そんなことって。俺はこの目で見てきたんだ。司令本部はもうもぬけの殻さ。残って戦ってるのはアークエンジェルのようにあっちの都合で切り捨てられた奴らばかりさ。軍隊っていうのはどの歴史でもこういうものなの？アークエンジェル、こちらアラスカ基地守備軍、援護に向かいます。脱出を。すまん、お前たちもここから退避しろ。脱出もかなり厳しいが諦めるな。本艦はこれより現戦域を放棄離脱します。総員第一戦闘配備。でも基地は中も外もザフト軍でいっぱいよ。脱出は可能なの？大丈夫、あとは彼が間に合ってくれれば。連れてやったんだ。こっちは見逃してくれたっていいだろうが。ここまでなの。ラミアス艦長さん、諦めないで。ここは私たち守備軍が抑えます。援護お願い。お前たちも無理するな。この基地は最後の手段を使う。自爆だ。了解してます。でもギリギリまでザフト軍を掃討します。オズゴロフ級潜水母艦が厄介だね。対空性能が高くてアークエンジェルが危ない。水面に顔を出してる潜水艦ね。小隊長、最優先で攻撃して。解放された剣が振り下ろされるまで。また潜水艦が浮上。小隊長、場所を確認して。ほっとくとアークエンジェルがヤバいよ。損傷箇所の修復急いで。敵は待ってくれないわよ。いけない、アークエンジェルの水力が明らかに低下してる。回避運動急いで。このままじゃ持たない。お、トゥルーミッション成立確認。クリオ、上から。アークエンジェル、なんだ。こちらキラヤマト、援護します。今のうちに体幹を。
マリュウさん、早く体感を。あの機体、本当にキラなのか。間違いない、フリーダムガンダム。ブルベル騎士が繋がった。キラ・ヤマト君、応答願います。え、ユノさんにサクラさん、どうしてここに。それよりも連合の作戦で本部の地下にサイクロプスが仕掛けられてるんだよ。え、アークエンジェルがおとりに使われたの。もっと基地から離れないと。わかりました。小隊長さん、フリーダムと一緒にアークエンジェルの回路を確保して。ザフト、連合、両軍に伝えます。オープンチャンネルで通信も。アラスカ基地は間もなくサイクロプスを作動させ自爆します。両軍とも直ちに戦闘を停止し撤退してください。彼は全ての人を助けようというの。何かをなそうと思ったら思いだけでも力だけでもダメなんだよ。それを両立するのはあのガンダム。繰り返します。アラスカ基地は間もなくサイクロプスを作動させ自爆します。両軍とも直ちに戦闘を停止し撤退してください。あいつだが、ここは乗るしかないか。艦長、今のうちだ。急いで離脱を。小隊長さんたち、支援をお願いします。撤退の準備も忘れないで。まだなのか。よし、敵の追撃を振り切った。急ぐんだ、もう時間がない。機関最大、離脱します。キラ君、もう時間がない。アークエンジェルを追って。小隊長さんたちは。私たちすぐに離脱します。心配無用。わかりました、ご無事で。これで正しく歴史が進む。爆発前に私たちもブレイクアウトするよ。作戦終了、機関通信。直撃させる。ザ、ゼア。なかなかいい腕をしているな、お前も。トレマイオス2を助けに行くんだね。前回はデータが欠落してたけど、今回は大丈夫。修理中のトレミーは持つの？戦術予報士のスメラギリ・ノリエガさんをはじめ、ソレスタルビーイングのクルーは優秀だよ。今回はガンダムマイスターたちも戻ってるでしょうし、4機のガンダムで守ればなんとかなりそうね。残念ながら1機は GN 粒子切れ、もう一機は合流が遅れてるから戦力は半分だね。遅れている方のマイスターは間に合いそう？無理だね。刹那 F ・セイエ君には彼にしかできない役目があるから。アザディスタン王国の王女様、マリナ・イスマイールさんに会うっていうね。一国の王女様って支援者？残念ながら武力による戦争根絶を掲げるソレスタルビーイングとは全く逆な立場の人。一貫して対話による平和を説いている人だからね。その二人が会うことで歴史が動く。彼女と未来を作る子供たちの歌がやがてね。それはまたしばらく後のお話だよ。なら今やるべきは半減した戦力を補って母艦プトレマイオス2を守ることよね。ただなんかミッションデータが乱れてて不時着位置が確定してないみたい。今回はどこに降りたか決まってないってこと？トゥルーミッションでしょ？どうにもデータが不安定なんだよね。同時間軸で干渉してるデータがある？同じ時間に起きている別の事象がエラーを引き起こしてるってこと？実際に出撃して調べてみないとなんとも。プトレマイオス2の所在確認もあるしね。トレミーの安否が観測された時、初めてトレミーの不時着場所が確定するわけだから、それを生死として再登録するよ。はあ、シュレーディンガーの猫、元いトレミーか。
敵の戦力はこちらの想定以上か。僕たちが力を合わせれば。行くぞ。自分の身は自分で守れよ。いいな。無理はするな。今向こうに着地した機体はアリオスガンダムとセラビーガンダム。合流しよう小隊長さん。こちらソレスタルビーイングサポート部隊、プトレマイオス2まで支援します。協力感謝する。無理はするなよ。でも少し無理して進む必要があるかも。ドレミーが撃沈される前に僕の仲間を落とさせやしない。守ってみせるんだ。アローズの増援が続々と来てる。物量で押されるとまずい。これ以上の進行は食い止める。味方を見殺しになんかしない。途中でイノベーターの妨害がありえるよ。みんな気をつけて。油断せずに行くぞ。これだけの敵戦力、プトレマイオス2は防ぎきれるの？航行システム、火器管制通信、センサー類の損傷が甚大なんだよね。どうしてそんなことに？極秘データベースにアクセスするとダブルオーライザーを起動させラグランジュ3の敵を退けたものの、アローズが衛星兵器を使用したのを知り、そいつの破壊ミッションに突入。見事打ち倒したが敵の奇襲を受けて地球圏に落下、地上に不時着。しかもセツナ君の乗ったダブルオーライザーとはかぶれてしまったというわけ。竹板に水の解説。そして彼はマリナ王女に会いに行くのね。ダブルオーライザーっていうのがセツナ君のガンダム？ GN ドライブを2機積んで、さらに支援機オーライザーと合体したガンダムを超えたガンダム、ソレスタルビーイングの切り札だね。でも母艦のピンチに狙いのは歯がゆいわね。あれ、同時間軸でこのミッションに干渉するデータって。